今日ツイッターのタイムライン流れてきてさ、なんかリスナーがさ、なんかいろんなつぶやきとかいいねしてもさ、あタイムライン流れてくるじゃん。そしたらさ、なんかいかがわしいさ、なんかちょっとエッチな制服の女の子のさ、写真とかがさ、バカ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 って流れてきたの。これ何かなと思ってさ、こう流れてくるところピッて見たらさ、東京美女物語っていうさ、なんかエッチなお店出てきたんだけど、なんかうちパクってんの？どっちがパクったかわかんないけど、東京美女物語っていうなんかエチエチなお店出てきたもん。うん、どっちがやってんのそれ、どっちが先、うちも結構まあまあ前からやってんだけどさ、ねえ、なんか意識してんのかなと思って、そう、なんか最近多いんだよね、なんちゃら物語みたいな。俺はでもパクってんですよ。俺は東京大学物語パクった、もうこれはっきり言ってんだけど、そう、江川さんのね、東京大学物語って、俺らが学生の頃にさ、まあ、あの時代コンビニにも本置いてあったんだけど、ちょっとエチエチな本あったじゃん、東京大学物語っていうね。そう、あの本から撮ってんの。昔めっちゃ流行ったよ。そう、コンビニに置いてあった。と、江川達也先生の。そう。で、東京、大学物語と、二人エッチっていう二つの本があって、それがちょっとエッチエッチな本だったよ。あの頃まだあの本置いてあったよね。今、コンビニでああいうエロ漫画ってなくなったよな。一部なんかプレイボーイとかのああいう週刊誌とか月刊誌みたいな、ああいうやつはちょろちょろっとあるけど、もう今、結構エロ本コーナーみたいなものがだいぶ削られたよね。ねえ、二人エッチまだやってそう。もう二人じゃないよね、それね。まだやってるわ。俺が学生の頃からエッチしてて、まだエッチしてるわ。もう二人エッチじゃないよね。エターナルエッチなんよね。しかも、二人だけじゃないしね、エッチしてんの。あの旦那いろんなやつとやってんだよね。マジで。いろんな旦那と。誘惑に絶対負けるんだよ。そう。あの旦那。うん。めちゃくちゃやるもん。ずーっとやってるの二人じゃないもんね、あれね。うん。コンビニごとに、雑誌の種類は調整してるみたいですよ。でも、ないよ。最近。昔だってなんか小汚いじじいがチンポを立ちながらさ、エロ本立ち読んでたもん。あの時代は。そう。立ち読んでたもん。いっぱいいたんだけどね。やっぱ規制入ってるよね。見なくなったもんね、だって。だってみんなさ、土管とかにさ、カピカピのエロ本とか知らんでしょ。今はさ、だってインターネットとかでさ、おかずなんかいくらでも検索できるさ、男女ともにね、うん、もういっぱいさ、映像とか音声いろんなものあるから、本に頼る必要なかったと思うけど、今から20年前ってもう本に頼ってたから。そう、だってインターネットでさ、 Windows98 とか2000ぐらいで、あの当時のエロサイトってエロ幕府っていうサイトぐらいしかなくてさ、そう、あとフラッシュのさ、砂糖水っていうさ、面白いサイトとか、それぐらいしかなかったから、本当になんかガキが調べたら、そんなもんしか出てこんかったですよ。そう、だからみんな本とかに頼ってた。そう、だから、まあ俺田舎だったんだけど、岐阜のね、片田舎で、バー歩いてると土管の中にカピカピの、もう水がついたのか何がついたのかわからない、なんかカピカピの、エロ雑誌とかがいっぱい入ってた。で、当時小学校3年生ぐらいの時に、学校行ったら友達が騒いでんだよ。うわーみたいな騒いでて、どうしたんやろなと思ったら、机の真ん中のところにカピカピのエロ本が置いてあって、クラス の, 野郎がさ、外で拾ってさ、学校に持ってきたんだよ。だからもう女子とかがキャーみたいな、で男もうわーみたいになって、何の絵本読んでんのかなと思ってパッて見たらさ、二次元のさ、漫画のさ、ゲイの漫画だったんだよ。よりにもよって、コア中のコアだろって、小学生が絶対読んじゃいけないだろって、ほんで男が言ってんだよ。穴がない、穴がない、穴がないって言ってんだよ。ねえ、いや、あるわけねえだろな、それな。あるっちゃあるけど、肛門だからさ、そういう女性切ってもらわないから。ねえ、ゲイだからね、穴がないよ、これはどうやってどうするんだ、みたいな。そしたらさ、担任の先生が入ってきて、こんなものを持ってくるんじゃないとか言って、二人、廊下に立たされたの。持ってきたやつ二人とも。そう。当時はね、廊下で立たされるってのがありましたからね、叱られたらね。そう。まあ、そういう時代だったから。本に頼ってたから。なかなかですねって、中だけに、ね。やかましいわ。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you!